この人はある奇病に関してまして顔面がどんどん腐っていくっていうこと、うん、人間一番気持ちいい瞬間って何だと思います？京平さん、死ぬ瞬間です。人間って限界突破するとどうなるか知ってますか？1人5000円きましたー。5万じゃねえんだ。じゃあお前だけ5万。前だけ5万。ちょっとそれはやばいよ。優勝賞金25,000円。うわあ、めっちゃ稼げる。お年玉お年玉ね、もらっちゃうよ。スペシャルということでやっていきましょう。さあやっていこう。まあ最初はまあちょっとジャブめな感じで、甘いものをずっと食べ続けさせる処刑っていうものがね、この世の中には存在するんですよ。蜂蜜牛乳を主にめちゃめちゃ食わせるわけ。それでボートにくくりつけてずっと漂流させるっていう処刑方法です。ずっと甘いもの食ってると虫とかめっちゃ寄ってくるから、どん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 体が食われていくわけですよ。世にも恐ろしい処刑方法ですというね。みんなこの後、セイフの顔大体ダメみたいな顔してたよ。インドネシアにトゥミニって女性がいるんですよね。トミネ、トゥミニっていう女性がいます。この人はある奇病にかかってしまいまして、顔面がどんどん腐ってきていくんだと。その画像をお見せいたします。トミニさん、うわ、すんごっ。もう腐って、目も鼻も口も、これ生きてます。この人はほくろがあったんだって。そのほくろを放置してたらこうなったらしい。そう、だから、そう、なんか変な色のほくろをしたやつがあったらまずいよっていう危険。あ、そうなの。そう、気をつけてねっていう。結構強かったっすね。共演史上1位じゃない。勝ったじゃん。大輝が前回話してた人間の歯めっちゃあるみたいな、あれのちょっと上位互換というか、またちょっと変わったやつを紹介していこうと思って、過剰歯っていうものなんですけど、あれって中に何百個あるだったじゃん。そういう問題じゃなくて、見えるところに300個。それのちょっとまあ上部分だけちょっと画像を見せするんで、これです。これが過剰歯というゾッとする病気でございます。はい、あれあれレベル高ないっすね。これなんかね、関心持てる雑学で、人間一番気持ちいい瞬間って何だと思います？京平さん、聞く人間違えたね。うん、それなんですよ。でも、あ、それなんだ。それの200倍超える、あ、なんか俺知ってんな。それはえ、マジ死ぬ瞬間です。それを体験してみたいっていうことで、自殺志願者が毎年増えてるっていう。俺知ってるからね。バイバイ。言っとき、俺次ので俺ここの位置狙ってるからね。古代ギリシャではディアンス・フェドネーゼっていう、そういうなんか松の木に つるみたいな処刑法がありまして、はい、で、木ってさ、こう、わかる？ミヤンミヤンってなるじゃん。しなる。しなるじゃん。うんうん。そのしなりを利用して、木が戻るこう反動で、どんどんこう、股がどんどん下げてくる。ビヨン、ビヨン、ビヨンって。で、それで、体が真っ二つになるまで、ずーっとそれをやり続けるっていう、昔の残虐な刑がありまして、うん、殺人、162人連続殺し。全然そうだ。亡くなった人たちの遺族が全員が集結して決めた系らしいです、これは。世界一事故が多い遊園地って知ってますか、皆さん？アクションパークっていうアメリカにある遊園地なんだけど、例えばね、おかしいんですよ。まずゴーカートあるでしょ、うん、あれが最高時速80キロまで出るんですよ。えぇ、ー、子供は危ねえ危ねえ危ねえ。で、負傷者3人今まで出していますと。中でも一番危険って言われてるのが、なんかね、そういう地獄のプールって言われてる場所があって、流れが強すぎてなんかもう溺れちゃうんだって、そこで、うん、プールなのに。で、そこで今まで3人が亡くなっていると。でも、ここまで聞いてさ、意外と犠牲者少なくねって思いますよ。まあ、うん、世界一危険っていう割には。それもそのはずなんですよ。公式側がこう言ってるだけで、こう地元の人からしたらもっと犠牲者いるらしい。ああ、それ公式だけであって、そうあまりにも事故が多いことから1900年代に閉園しました。なんだけど、なんと現在再び開園しました。えー、なんでなんで、どこにあるの？それアメリカのね、ニュージャージー州だったかな。行こうよ。行かないよ。行こう。行かない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 。致死率が一番高い病気について話します。過食補充症っていうんだけど、寄生虫である過食補充が皮膚に入って爆発的に増殖して内臓と脳を食い破って死ぬっていう病気なんだけど、それ 100% なんですよ、致死率が。とりあえず画像見せますね。これが脳を食い破ったやつ。うわ、レントゲン。あ
これ全部食ってるやん。そう、結構世界的に分布してるんだけど、一番多い国患者が日本なんです。嘘つけよー。嘘だよ。これは嘘。これ調べたらマジで原因も分かってないんですよ、なんでかかるか。なぜなら成虫が分かんないから。だからどこに住んでるかも分かんないし、どうやって侵入するかも分かんない。だからすごい分かんない、なんかどうしたらいいか。育てらんない。そう、治療法も分かってない。皆さん今日ちゃんと寝ました？はい、ちゃんと寝ました？夢見ました今日？夢見た人？見てない。見てない。最近夢見てる？まあちょいちょい見る。ちょこちょこ見る。なんか自分が死んだ夢とか見たことないですか？あー、やられた夢。あ、やられそうになった夢見たことある。たまにそういうの見る人いるんですけど、一歩間違えたらその夢で死んだ瞬間に自分も死にます。ブレインロック症候群って言って、夢の中で死んだ場合、体が誤作動で、あ、死んだって思っちゃう。そうすると心機能停止しちゃう。やばない？やばない？やば。そういう症候群がある。ただこれ病気とかじゃなくて、もう脳の誤作動だから誰がかかってもおかしくない。おお、だからもし今日一日終わります、みんな寝ました、したら次の日隣のメンバーが死んでるかもしれない。夢でね、やばい。これいつ起こるか分かんない。これやばい。レベル高えな。なんか高くねえか。素晴らしい。寄生虫で腐るほどやったよね。はいはい。でもたかが寄生虫、目に見えない。まああと普通にやっぱ同じの飽きる、俺が。まあそうだよね。同じの飽きる。ああ、来た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 。やばい。来た。違う、病気だからこっちは。だから今日俺が見せるのはもう完全に目に見える。むしろ見たこともある人もいっぱいいる。タイの口で、タイってあの魚のタイの口でしか生きれない寄生虫というのがいるんだよ。その画像がまずあります。ウオノエっていう寄生虫。うん、でかいね。2センチから5センチ。あー、でかい。はい、虫ね。普通に一般家庭でさばいた時にいる時あります、これ。で、これで見て失神して倒れた人世界中にいっぱいいるんだ、これ。うん。何よ、そんな。待って、なんだよ。弱たい。え、弱い弱い弱い。どうしたんじゃ、お前。え、王者気持ない。まあまあ僕もね、最終兵器、まあ最終兵器持ってきましたよ。おぉ、これね、別に俺調べたとかじゃなくて、もう自分がもう知ってる自前のね、自前の。おぉ、人間って限界突破するとどうなるか知ってます？どういう意味で、どういう意味で。例えば知識とかを全てもう人間よりもさらにもう人間がマックスが、例えば偏差値が多分限界突破してる。偏差値75マックスだとします。それが100になるとします。そうなった場合どうなるか皆さん知ってます？マラソンでいう、なんだろう、7回的な。もっと上、もっと上、走っても疲れませんぐらい、刺されても死にませんとか、そういう限界突破したらどうなるか知ってます？すげえ、何だ、何言ってんの、何言ってんの。死ぬとか、死ぬんでしょ。丸い玉になるんです、丸い玉になるんです、丸い玉になるんです。いい加減にしろ、お前。ダッキンだ、お前。お前、どこに持ってきてんの、素晴らしい。どっちだった、どっちだった、どこに通すんだ、お前。すごいよ。よくそんなマジな顔で言うだろ。丸い玉にならない。ならない。それが魂として天に怒られる。魂どこ情報。これは映画で、映画でやってて。お前、俺映画だよ。お前、お前、いい加減。俺も一番払い。お前一番払い。言ってってください、一人ずつ。蜂蜜と牛乳をずっと食わせる処刑と、世界一危険な遊園地ですね。顔が腐っていく女性と、過食途中症。300本、口の中に歯が生える過剰歯と、ブレインロック症候群。はい、いやいや、次。いや、いいし。いや、ない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 。気持ちが。イオン、イオンとジャスコ一緒。それは丸くなる。避けた死刑法。避けたな。そうそうそう。2020年一発目、お年玉スペシャルゾッ雑、優勝はリボンさん。リボンさん。初優勝。いやー、ここでリボンか。ありがとうございます。ここで勝てれば一番美味しいんですよ。いや、美味しいよ。ありがとうございます。一人ふざけたやついけるんで。あー、一人1万円なんで、この方は。あー、高い。合計3万円が10。わーい。新しいジャンルがなければ同じようなので勝てるけど、あー、今日強すぎたね。全く違うとこから来てる。強い。そっちにしか頭いかない。いやー、よかった、マジで。本当に嬉しい。新ジャンル切り開かんとな。そうね。まあ、よりね、続雑のレベルもアップしてますし、ホラーもどんどんレベルアップして、はい、都市伝説も編集もレベルアップして、こういうふざけたやつもレベルアップして、ポンポンポン。まあ、これからもね、はい、どんどん加速していきますので、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。
ます。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。